皆さんこんにちは、神木です。今回はこちらのもみの木の作り方をご紹介します。こういった感じでクリスマスの飾りにも使えます。こちらは以前の動画でもご紹介しましたが、こちらの本を作るにあたって折り方を見直してより作りやすい手順でこちらに図を載せているので、こちらの本の作り方で動画でご紹介したいと思います。同じ大きさの折り紙2枚をご用意ください。15センチで作ると結構大きくなります。こちらは 7.5 センチ角の折り紙で作ってます。このぐらいだとリース飾りなんかにもちょうどいいサイズです。こちらは2つのパーツで作ります。まず下のパーツの作り方です。白い面を表にして三角になるように折って真ん中に折り筋をつけます。下の縁を真ん中に合わせてそれぞれ折ります。次に上の縁を真ん中に合わせて折ります。次に下の角を上に合わせて半分に折ります。次に上の1枚を手前に折るんですけれども、この時に下のここの斜めのところのこの角のところ、そこに合わせて上を折ります。ここですね、ここに合わせて折ります。ここの線がこうまっすぐになるようにして下へ折ります。で次に下の角をここに合わせて折ります。次にここの上のところのちょうど半分のところ、そこを起点にしてちょっと爪をこう当てて反対側のここの隙間を広げて、ちょうどからここの下の角に向かって折ります。そしてここの横の縁がここの斜めの縁に合うように折ります。するとここの上の部分がこう三角に三角の袋状になるので、そこをこう潰して畳みます。ちょっとここが難しいですね。こちらも同様に、まずここの上の半分のところちょっと爪を当てて、反対側のこの袋を開きつつ、ここの縁を斜めの縁に合わせるようにして畳んで上を
三角に潰します。大きいといいんですけど、 7.5 センチの小さい紙だとちょっと細かい作業になりますね。はい、これで、パーツ A の完成です。次に上の部分のパーツ B の方の作り方です。先ほどと、途中まで一緒で、まず三角に半分に折って、真ん中に折り筋をつけます。そして下の縁を真ん中に合わせて折ります。下の角を上に合わせて折ります。そしてここの斜めの縁のところでそれぞれ折ります。これで、パーツ B、 この上の部分の完成です。そして、先ほど作った下のパーツをここの隙間に入れて、ちょっと表からも見てバランスを見てちょうどいいところで、ここの辺をテープかのりなどで留めます。裏返してこれでもみの木の完成です。シールで星をつけたり、丸シールで飾りをつけても可愛いです。ぜひたくさん作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。それではさようなら。